どうもー。なんかボタン押されちゃいましたね。よいしょ。焼きうどんでございます。いただきます。箸がでかい。うまっ。うまいですね。チリよりあれですね、スパイシーですね。あ、ちょっとあれを入れました。このからし、からしなあのからしなくてこの赤いやつです。鷹の爪ですか？あ、鷹の爪入れました。いや、今から福岡の旅ですよ。結構降ってるんですかね。ちょい降ってますね。あ、もちもち感がいいですね。もちもち感が、うまい。明日また、明後日またなんだ、乳洗濯機が来ますね。乳洗濯機、まさかのトレードですね。ピーマンがいいですね。はい、ピーマン安いんですよ、しかも。ピーマン、いくらだった？はい、ピーマン70円ぐらいですね。もやしが17円、うどん15円、ピーマン70円、玉ねぎは150円ぐらいですかね。うどん一番安いんじゃねみたいなメインのうどんが一番安いね。もやしより安いですからね。豚が300円ぐらいですかね。豚のこま切れが。
トータルの全部の食材入れても豚肉300円ぐらいでしょ。300円、ピーマン370g、もやしと、もやし17円、うどん15円、まあ全部入れても500円ぐらいですかね。まああの全部使う豚も全部使ってるわけじゃないですからね、ちょいちょいですから。まあまあまあ普通に安いですね。ビジネスだけじゃなくてあの料理も習っていくみたいな料理コンサルみたいな。でも料理コンテンツってずっとあの無限なんで、ああ、だからなんか、うん、ご飯を作らなくなる時って多分ないもんね。多分そのロボットが家に来て全部料理作ってくれるようになったら料理なくなりますけど、多分そうですね。それまでは人間作らないといけないじゃないですか。そうですね。だいぶまだ先ですかね。だいぶまだ先だと思いますね。だからもうすでにあるみたいですけどね。あ、本当ですか。もうあのロボットが全部作ってくれる機械が、一般に買い入ってくるのはまだまだですよ。そうね。そんな量産できるほど安くないですよね。安くないですよ、ね、そうなると、うん、料理作る人は料理の作り方の本買うか動画見るか、あ、ネットで調べるか、そうですよね、アプリで調べるかみたいな、うん、クックパッド見るか、クックパッド一応落としてますね一回もそれ見てやったことないですけど、ね、いやクックパッドやっぱ分かりづらいんですよ。分かりづらいんですか。ちゃんと見て、まあ落としてる。いや、だってまあ料理本をアプリにしてるだけなんで、結局小さじ何杯とかなんかその全体像分かんないじゃないですか。ああ、そうですね。作ってる風景が、そうそうそう。だから結構今料理作る時って、うん、みんな YouTube 見てるんですよ。ああ、だ全体像わかるじゃないですか。ああ、そうですね。うん、なるほどっすね。クラシルっていうアプリなんですけど、はい、これも一応なんか動画で撮ってそれを見れるようにしてるんですね。まあ、やるとしたらこっち見ながら、あ、まあ、すごい。そうですね、こういう感じで。綺麗に撮られてますね、それね、うん、すごい。うん、結構いいです。うん、それいいっすね。いいと思って落としたんですけど。いいじゃないですか。そのまま放置して。僕のね、あのハヤシライスの作り方で YouTube で検索するとトップ5ぐらいに出てきますから。3000回ぐらい回ってるから4000回かな。もうずっと回り続けますからね、ハヤシライスがなくならない限り。ハヤシライスがなくならない限りね、僕の動画出てきますから。ハヤシライスの作り方、ハヤシライスの作り方ですね。ハヤシライスこの世からなくなりますか。なくならないでしょう。おそらくなくならない。超絶ロングテールキーワードですよ。出てきました。今何回回ってますの？あ、ちょっと3785です。3700回らしいですね、はい、回ってますね。ずっと回り続けてます。まあ1年前にアップしたやつですけど、そこからしてこれ秋冬ぐらい、多分冬ぐらいやる。多
東京にいた時ですよ、まだ。いや、その時はちょっと編集してました。ちゃんと。僕今ね、ノー編集ですから。ノーカット版。ノーカット版って映画で結構いいじゃないですか。ノーカット版。何もカットしないですから。あ、かかっちゃった。あ、いいっす、いいっす、別に。カレーオムライス。あ、いろいろやってます、ね、確かカレーをかけるだけなんですけどね。オムライスですか。トルモノ編集ですか。多分もう、まあ、それうまかったです。カレーが余って、カレーオムライスは600回回ってますね。カレーオムライス、なんやねん。はい、ということでちょっと洗濯今干してちょっと準備したら福岡旅立っていきたいと思います。では。